このビデオでは、インサイトミルについて説明します。この映画は、同じ儲かる仕事に就きながら自分自身を見つけた10人の物語です。監禁され、殺人ゲームをプレイすることを余儀なくされました。最後に優勝し、グランプリを獲得するのは誰だ？インサイトミルで調べてみましょう。インサイトミルは、雑誌に目を通しているユキという若い男性を見せることから始まります仕事を探しています。しかし、ユキは、仕事が彼の能力と一致しているため、絶望を感じています。最低賃金、ほどなくして、戸惑う彼に翔子という女性が近づいてきた。翔子はユキが仕事を探していることに気づいたようだ。翔子はユキに時給112,000円または1236米ドルの仕事を提供します。経験や資格は問いません。お金が必要で特技もないユキは、すぐに誘惑されてその仕事を引き受ける。翔子さん提供、要するに、ユキと翔子を含む他の10人は、その後、ある場所に連れて行かれました。インターティクム実験財団と呼ばれ、心理学的データを収集すると言われていました7日間の秘密の研究のために10人に。拡声器を通して話しているオペレーターは、すべての持ち物をロッカーに入れるように彼らに言いました。10人を地下へと続く螺旋階段へと導きました。階段を降りると、大きなダイニングテーブルのある部屋に出た。全員が部屋に入った時、彼らが出入りするために通った唯一のドア自動的にロックされました。10人は部屋の様子を確認した。数人が壁のモニターに残り時間を逆走させているのに気づいた次の7日間。しかし、時計の下に表示されるだけのモニター画面については、まだよくわかりません。変化する3桁の数字、他の何人かがダイニングテーブルをチェックしましたが、様々な料理が提供されていました。それらすべてのために準備された美味しい料理。それだけでなく、テーブルの上にはインドの風習に身を包んだミニチュア像が10体も置かれています。その後、10人は一緒に食事をし、お互いを知ることにしました。そこへ、若菜という婚約者を連れてやってきた大迫というメガネの男がいた。牧という若い男とミヤという長い髪の女性もいます。ユキと翔子の他に岩井という分厚いメガネの中年男性もいる。片さんという女性、安藤さんという老人、西野という男性赤いジャケット。参加者がお互いを知った後、ミニチュア像の一つが話し、歓迎しますパラノイアと呼ばれる家への参加者。続いて、天井に張り出した線路を歩く保証ロボット。次に、ロボット警備員は、パラノイアにいる間、すべての参加者が従わなければならないルールを説明します7日以内。まず、すべての参加者は午後10時までにそれぞれの部屋に入る必要があります。第2に、犯罪事件が発生した場合、参加者は事件を解決し、犯人を見つけなければなりません。事件を解決できる人は探偵と呼ばれます。探偵がなりすましや犯人を特定すると、他の参加者は探偵の決定に賛成または反対するために投票することができます。多数決の結果、探偵の決定に同意することが示された場合、ロボットは警備員は詐欺師を刑務所に連れて行きます。第3に、ゲームは7日以内、または参加者が2人になった時点で終了します。その後、参加者に1の順番で数字のカードを持ってもらいました。部屋を決定するために10まで、参加者が食事を終えて自由時間を楽しんでいると、西野さんがやってきたミヤと一緒にキッチンにいたブチさんに。西野は、ブチさんが学校の校長に似ていると言って、ブチさんに立ち向かった。最近ニュースに出た生徒を虐待した。ブチ夫人は告発を明確に否定し、中傷されたと感じたことに非常に腹を立てた。一方、ミヤはそれを聞いてとても怖がっているように見えます。一方、他の参加者は、探偵がよく使うツールの箱を見つけました。刑事事件を解決するだけでなく、世界中の探偵小説でいっぱいの棚。間もなく、参加者にすぐに入るようにというアナウンスが聞こえました。すでに夜の10時だったので、彼らの部屋。ユキと翔子は、それぞれの部屋に入る前にお互いに別れを告げた。ユキは、自分の部屋のドアに鍵がかかっておらず、謎の鍵があることに気づく。彼の部屋と他の9人の参加者の部屋のボックス。
参加者全員が選んだカードを使って箱を開けたとき、彼らは驚いた箱の中の紙に鋭い武器とメッセージを見つけてください。翌日、ミアが廊下を歩いていたとき、ミアはヒステリックに叫んだ。目の前にある悲惨な光景、ミアの悲鳴を聞いた途端に全員が部屋から出てきて、何度も撃たれて死んで横たわっていた西野を見て、とても驚いた。すぐに、他の9人の参加者は、自分たちが生命を脅かす事件に巻き込まれていることに気づきました。殺人ゲーム、慌てたユキはドアに向かって走り、CCTV カメラを通してゲームマスターに懇願した。そこから抜け出すために、しかし、ドアはロックされたままで、全員が中に閉じ込められました。悲惨な事件に冷静に対処しようとした安藤氏は、西野の部屋のボックスをチェックしてカプセルを見つけることをみんなに勧めた。少し噛まれた青酸毒、参加者全員が西野の部屋を調査した後、ロボット警備員が運んでいた後を追った。西野の体のどこかに、部屋で、彼らは西野の遺体が棺に入れられているのを見て、8つの棺がありました。参加者は、彼らが致命的なゲームに関与していることをますます確信しています。その後、オペレーターは、問題を解決する時が来たことを拡声器で発表しました。西野殺人事件、そして誰が西野を殺したのかを突き止める。オペレーターはまた、探偵になった参加者に二重の支払いを約束し、西野殺人事件と詐欺師と被害者をきちんと暴く。魅力的なオファーを聞いて、誰もが興味を持ったようで、大迫はその機会を無駄にしませんでした。初めて探偵になる最前線に立つ。大迫は、西野が告発したと聞いていたので、岩井が犯人だと断固として指摘した。警察に指名手配された青山通りの殺人犯の岩井、その顔は新聞紙に貼り付いた。しかし、ユキは大迫の告発に介入した。お互いを不用意に非難する。ユキは、すべての参加者が箱に入っている武器を見せて見つけることを提案します。西野を撃つために使える銃を誰かが持っていたらアウト。明らかに、誰もがユキの提案を即座に拒否しました。彼らを攻撃しようとする詐欺師に捕まりました。大迫はすぐに投票を行い、投票結果は4でした。人々は岩井を西野殺害の加害者に任命するという大迫の決定に同意した他の3人は同意しませんでした。翔子が自分の選択を言おうとしたとき、彼女はスキップすることを選択し、ロボットによって承認されました。ガード。最後に、岩井はロボット警備員に連れ去られ、感電死して刑務所に入れられました。岩井の監禁を阻止しようとしたユキは警備ロボットに投げ飛ばされた代わりに、彼の体が壁に強くぶつかるまで。その後、残りの参加者全員がそれぞれの部屋に戻りました。部屋に一人でいたユキは、箱の中の武器を再確認すると、銃があった。初期化？彼はすぐにパニックになり、前に手に入れた武器が銃。彼らの部屋のドアはロックされていないので、誰でも疑われる可能性があります。その後、参加者は岩井の部屋で武器をチェックし、箱が空であることを発見しました。大迫はその後、詐欺師がまだ彼らの中にいると思い込み、参加者をフィットインさせようとしました。互いに対して、参加者全員がそれぞれの部屋で就寝した後、ユキは銃の弾丸の数を調べ、銃が発射されていないことに気づきました。銃は西野を殺すために使用された武器ではなかった。ユキはほっとした。そんな中、こっそり抜け出してラウンジの本を手に取った淵夫人は、ミアにネイルガンで頭を撃たれた。3日目、参加者は廊下で淵さんの遺体を発見し、すぐに彼女の箱も岩井と同じように空っぽだった。次々と殺される人々を見て、若菜は怯え、悲鳴を上げたヒステリックに。彼女はドアに急いで行き、致命的なゲームから削除するように頼んだ。場はたちまち混沌とし、参加者たちは互いに非難し合った。最後まで、安藤さんはそれらをすべて壊しました。安藤氏を疑う大迫は、なぜ死に物狂いに参加したのかと老人に問いただす。ゲーム？安藤氏は、息子が半年前にこのゲームに参加し、致命的なゲーム。それ以来、彼はゲームで実際に何が起こったのかを知るためにゲームに参加しようとしました。夕方、安藤氏はユキの部屋を訪ね、廊下をパトロールするよう提案する。
これ以上の死傷者を避けるために、これまで安藤さんは時計回りにしか動かない警備ロボットの動きを観察していました。したがって、反時計回りに移動することで、ロボット警備員の監視を回避できます。ユキと他の参加者は、安藤氏の提案に同意した。簡単に言えば、安藤氏が参加者全員をパトロールする計画を提案した後、ユキはそして翔子は廊下をパトロールする最初のターンを得た。パトロール中、警備ロボットが突然振り返り、二人ともパニックになり、警備ロボットの注意からすぐに隠れます。そんな中、結城の代わりに宮とパトロールすることになった若菜と、次の晩の翔子は、棺桶の中で大迫とおしゃべりをしていた。部屋がお化け気味で違和感を覚えた若菜は、思い切って立ち去ることに。大迫？意外なことに、若菜が去った後、部屋の天井がゆっくりと下がり、そして驚くべきことに非常に素早く落下し、即座に大迫の体を押しつぶし、彼が押しつぶされて死ぬまで天井で。翌日、4日目に大迫の死因を知った参加者たちは、次に、部屋の天井を動かすスイッチの場所を見つけようとしましたが、できましたボタンやスイッチが見つかりません。彼氏が無残に亡くなったことを知った若菜は、ヒステリックに泣き叫び、男を罵った。大迫を殺した偽物の残虐行為、部屋の天井が再び動き始めたので、参加者はそこから飛び出しました。外にいる間、安藤さんとユキはマキがリモコンで遊んでいるのを見つけました。なりすましと糾弾されたマキは逃げ出し、武器を見せつけたが、彼が詐欺師ではないことを証明しようとしている間、クロスボウ。彼はまだ告発されていたので、マキは安藤さんたちに数元の矢を放った。しかし、大迫の死ですでに落ち込んでいた若菜が突然乱入。マキの部屋に侵入し、すぐに斧で彼を殺した。その後、彼女は首を斧で切りつけて自殺した。マキの死後、彼らはマキの部屋の箱にある武器と実際に武器もチェックします。クロスボウです。これは、ゲームに2つのインポーターが存在することを意味します。若菜さんとマキさんの体のケアをした後、参加者は落ち着いてみましたダイニングルームで。宮が参加者に熱いお茶を出していた時、ユキは手首に切り傷があることに気づきました。参加者がそれぞれの部屋に戻った後、ユキは宮の部屋に来て、手首の傷について。宮はその後、子供の頃から家族と不調和な関係にあったと語った何度も自殺したくなるような暗い過去があった。子供ができて、人生が楽しくなったと感じた宮は、彼女の息子に再び会うために、この致命的なゲームから抜け出してください。これを聞いたユキは、宮が淵夫人を殺した詐欺師だとすぐに推測した。しかし、宮が筋肉弛緩剤を混ぜた後、ユキはすぐに足を引きずって倒れた。淵夫人の部屋の箱の中にあったお茶の飲み物に。その後、宮は淵夫人を故意に殺したことを明らかにした。生徒を虐待した校長。その後、宮はネイルガンでユキを殺そうとしましたが、ユキは攻撃をかわすことができ、すぐに部屋から逃げ出した。ロボット警備員が廊下をパトロールしていて、参加者に戻るように命じました。夜の10時が近づいていたので、彼らの部屋。警備ロボットの動きを知っていたので、ユキは警備をかわすことができたロボットの監視と非表示。そんなことを気にも留めなくなったミヤは、警備ロボットからお仕置きを受ける。ガードロボットがミヤを撃ち殺した最初のルールに違反した。それを見たユキは、西野が第一の掟を破ったために死んだことにようやく気がついた。ロボットガードが彼を撃った。5日目、ユキは自分とミヤに起こった出来事を説明した。他の参加者は、ロボットガードが彼を撃ったために西野が死亡したことを明らかにした。ユキは、西野が青酸毒を飲んで自殺しようとしたのではないかと推測している。犠牲者になってお金を稼ぎ、後で彼の家族に送られます。しばらくすると、ユキの分析能力を称賛するオペレーターの声が聞こえた。彼は西野の死因を正確に推測できたので、彼は賞を得る資格を得た。お金？しかし、そんなことはどうでもいい。ユキは、安藤さんと翔子さんに、それぞれの武器。ユキは最初に彼が持っていた武器である弾丸のついた銃を見せたが、安藤さんの武器は砕氷船でした。しかし翔子はまだ武器を見せることを拒んでいる。
6日目、安藤氏が銃を構えているのを見つけたユキは、コラムが時間を表示しているモニターの下にゲーム中の様子。ユキ、安藤さん、翔子はその後、誰も殺されることなく6日目を過ごしました。翌日、7日目にユキは銃とアイスピックが家の中にあるのを見つけた。食堂がなくなった、それだけでなく、みんなを探していると、監禁されていた独房への扉を見つけた岩井は壊れ、岩井は姿を消した。そこから誰かが監視していた CCTV カメラルームがあったことが判明しました。彼らの動きは刑務所の独房からそう遠くない。ユキが棺の部屋に向かうと、安藤さんが棺の中に意識を失って横たわっているのが見えた。血で、ほどなく、岩井がやってきて、すぐにユキの首を絞めた。岩井は後に大迫を殺したのは自分が詐欺師だったと告白する。監視室の CCTV カメラ越しに大迫と若菜の姿を見た岩井は、その後、リモコンを使って部屋の天井を落とし、リモコンを投げ捨てました。牧さんが偶然見つけました。ユキはまた、岩井が青山の逃亡殺人犯であるという西野と大迫の推測に気づきます。ストリートもしかり。ユキは食堂に逃げようとするが、岩井はなんとか彼を押し殺し、殺そうとする。核氷刺しのユキ、しかし、翔子がやってきて、岩井の頭に銃を突きつけ、彼を撃つと脅した。ユキはすぐに安藤さんが銃の弾丸を爆弾弾に変えたことを思い出し、それから翔子が銃を発砲するのを防ごうとした。岩井はすぐにこれを悪用し、すぐに翔子から銃を掴んで発砲した。翔子さんとユキさん、しかし、代わりに銃が爆発して岩井を殺したので、ユキと翔子はなんとか生き残った。ミニチュア像は、ユキが再びボーナスを獲得したことを発表しましたが、彼は見ました。非常にイライラし、ミニチュア像を破壊しました。彼の体が破壊されたにもかかわらず、ミニチュア像はまだ話し、それを発表することができました。ゲームが終了し、部屋のドアが自動的に開きました。その後、翔子とユキは最初に通った螺旋階段を降りる。なんとかみんなが最初に集まった場所にたどり着きました。そこで、ユキはゲームの主催者の一人から近づき、彼にバッグの入ったバッグを渡されました。時給と賞与で現金1億2900万円。しかし翔子は何も得られなかった。その異変に気づいた翔子は、ついに自分がゲームマスターの下で働いていたことを明かした。数を増やすためにゲームをできるだけ面白くする責任がありました。視聴者の翔子はまた、施錠された独房の扉を開けたのは自分だと認めた岩井。それだけでなく、翔子がユキの部屋の箱に銃を入れていたことが判明した。すべてを話した後、翔子は立ち去った。しかし、ユキは彼女を追いかけ、翔子が致命的なゲームに参加した理由を尋ねます。翔子は、臆病者が閉じ込められた時、聴衆にとって非常に魅力的に見えるだろうと答えた。致命的なゲーム。しかし、翔子が彼を助けた理由をユキが尋ねると、彼女はただ静かにして、車。映画は、思いがけずまだ生きていることが判明し、不利をするだけの安藤氏を見せることで終わります。彼はゲームの最後まで生き残り、脱出することを決意しているため、死んでいる。致命的なゲームが生きています。その後、ユキさんと安藤さんは一緒に家に帰りました。ユキはお金の入った袋を捨てた。